ドワーフとは広く使われているデバッグ用データフォーマットの規格である。当初エルフと共に設計されたが、オブジェクトファイルのフォーマットとは独立している。名称はエルフから発送したダジャレだが、デバッグウィズトリブアテッドレコードフォーマットの当時後という説もある。ドワーフの最初のバージョンは過剰な容量を必要とするものだったため、様々な符号化手法によって、 サイズを削減した互換性のないドワーフ -2 に置き換えられた。当初はすぐには広まらなかった。例えば、3マイクロシステムズはソラリスへの移行の際にエルフを採用したが、従来からあるスタップスの継続仕様を選択し、この組み合わせをスタップスインエルフと称した。リナックスもこれに習い、ドワーフ -2 は1990年代以末までデフォルトにはならなかった。 2005年12月20日に、ドワーフ3.0がリリースされ、C の名前空間のサポート、フォートラン90のアロックタブルデータのサポート、コンパイラ最適化技法への対応などが追加された。ドワーフ標準化委員会の委員長、マイケル・イーガーは、デバッグ用フォーマットと、ドワーフ -3 について、イントロダクション・ツー・ザ・ドワーフディバギングフォーマットという文章を書いている。 2010年6月10日にドワーフ4、2017年2月15日にドワーフ5が発表になった。ドワーフは D バギングインフォメーションエントリーというデータ構造を使って変数、データ型、プロシージャなどを表す。台にはタグと属性があり、台同士の入れ子が可能で、気構造を形成できる。台の属性には同じ気構造上の他の台への参照を格納できる。 例えば変数を表す台の属性 DWAT タイプがその変数のデータ型を表す台を指すといった使い方をする。シンボリックなデバッカは一般に行番号テーブルとコールフレーム情報テーブルという大きなテーブルを必要とする。記憶領域を節約するため、これらのテーブルは単純な専用有限状態機械用のバイトコード命令列で表される。 行番号テーブルは、オブジェクトのコードの位置とソースコード上の位置の対応表であり、どの命令が関数プロローグやエピローグに属するかも示す。コールフレーム情報テーブルは、コールスタック上のフレームの位置をデバッカに知らせるものである。ありがとうございます。